皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日もソードアートオンラインフェイタルバレットやっていこうと思います。前回エリアボスを討伐したんですけど、エリアボスって特別イベント的なムービー的なガーンみたいなね、出たー的な一切ないんですね。なんかひょこーっと出てきて、ちょっとえって感じがしちゃったんだけど、じゃあ戻ってきて、おそらく話しかけるとなんか起こると思う。いらっしゃいませマスター、ここは総督府ロビーです。何かご用でしょうか？ここは総督府ロビーです。ご用件をどうぞ。選択肢、雨どうしたと、何か悪いものでも食べた。じゃ、雨どうした？ご安心ください、私は完全に正常です。さあマスター、ご用件を。私に指示をください。選択肢、じゃあ所持品一覧を出してくれると、注目プレイヤーランキング見たいんだけどと、何か申し込めるイベントやってる。じゃあイベントやってる。申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。現在イベント情報へのアクセスは遮断されております。私が遮断しているんじゃないかですか？黙秘権を行使するのです。ここは総督府ロビーです。ご用件をどうぞ。なんかおとなしいね。選択肢、じゃあ所持品一覧を出してくれると、注目プレイヤーランキング見たいんだけど。じゃあランキング見たいんだけど。申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。あ、自分で端末を操作するのは反則なのです。失礼しました。ともかく現在ランキングをお見せすることはできません。他にご用件はございますか？何もできねえじゃねえかよ。じゃあ所持品一覧を出してくれる？申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。理由ですか？それは規則ですので。他には何かございますか？いやいや何も選択できないって。はい、選択肢、落ち着いて前みたいに話そうと、いつもみたいに笑ってよ。いや落ち着いて前みたいに話そう。申し訳ございません、ご要望には。違うのですか？あ、はい、わかりました。慣れないことをするとくたびれるのです。受付をしているアファシスはすごいのです。あ、真似をしてたんですね。選択肢、どうして急にこんなことをと、受付の仕事がしたくなったとか。どうして急に？クラインがタイプ B との関係を理想と言っていたのです。だからまずあの二人のやりとりを参考にしてみました。あー、なるほど、勉強熱心ですね。マスター、さっきの私たち理想の関係だったでしょうか？いや、クラインの場合はそういうプレイに近いものがあるんでね、違うと思います。選択肢、前までと比べるとちょっとと、あれが一番いいかって言われると、前までと比べるとちょっとなね。そうなのですか？結構上手に真似できたと思ったのですが、タイプ B みたいな話し方もちゃんとしたし、お答えできませんもちゃんと使ったのに、何がいけなかったのでしょう。そうか、わかりました。私はアファシスタイプ X だから、タイプ B と同じじゃダメだったのです。そうと分かれば簡単なのです。もっといろいろなデータを参考にすればいいのです。では早速データを集めてきます。それもちょっと違うような気もするんだけど、まあいっか。次こそ理想の関係ですよマスター。それだけ？あ、まだなんか進みそうですね。なんか忘れそうなんで荷物整理しましょう。
とりあえずこれ全部、いや違う、これ全部はボックスで、あーノーマルは売っちゃいましょう。これとメタルプレートヘアピン F って初めて手に入れたのかな。でもノーマルはあまり。サンフロアまたノーマルで、アイパッチ、こんなもんでいいですかね。で、ん？そういえばさっきストレージがいっぱいだとか言われたな。ストレージいっぱいになるかな。今使っている武器とかあと関係ない弾とかはやっぱり置いてった方がいいんですかね。おお、え？ロケラン？ロケランやってみたかった。バンカーコメット。あ、どうしよう。ロケラン、やってみ、ちょっと、フレンドさんの動画、ライブを見てて、ロケラン、俺もやってみてって。お、なんか結構いいの手に入ってないか。プロミスリングはまあいいとして。ちょっと見直そう。リボンカチューシャが電磁スタン耐性と爆風防御力、ポイズンダメージ。カチューシャ可愛いだけであんまりあれだな。活躍してないな。じゃあ、STR プラス5、総重量限界プラス 6%、体力 50% 以上の時、即死回避。即死回避は、また限られた条件だね。で、黒縁メガネ、近接防御力、その他は？あ、一体鑑定しに行きましょう。なんか鑑定するものが結構あるみたい。じゃあその前にやっぱりイベントこなしましょう。ほい。今度は何ですか？マスターじゃない、ご主人様、今日も赤色のいいお天気でございますね。それデイジーだな。それきっとデイジーだな。ところで喉は渇いていませんか、ご主人様。いつでもお茶をお入れしますでございます。そうだ、荷物は重くないでございますか。とにかく何でもお申し付けくださいでございます、ご主人様。何をしているのですか。ほら来た。あ、デイジー、テリスカもこんにちはなのです。こんにちは、レイちゃん。マスターをご主人様と呼ぶなんてどうしちゃったの。あなたのマスターから何か妙な命令でも受けたの。ほら、そういうプレイだと思われてるじゃん。選択肢誤解ですと。そんな命令は出してません。はい、そんな命令は出してません。そうです、違うのです。これは私がマスターにお願いしてやらせてもらっているのです。あらあら、どんなものにだってメンテナンスは必要なのです。私とマスターの関係だってそうです。世の中にはきちんと関わりを築いて、これがアファシスとの理想の関係だぜって言い切る人もいるのです。私はいつかマスターにもそう言ってほしいのです。だからこうやっていろいろ試しているのです。理想の関係だぜね。まあ誰が言ったのかはだいたい想像がつくけれど。ですが私たちにメンテナンスなど必要ありません。そうね、私もデイジーちゃんに不満はないわよ。ああ、でもマスターへの不満という点では少し。え？お疲れの時には休むことを優先してください。私は数日放っておかれても全く問題ありません。私のことを気にしすぎてマスターが疲れるなどあってはならないことです。ええ、気をつけるわね。それに私の服はもう十分あります。マスターはご自身の。あら、
新しい衣装は嫌いだったかしら。いいえ、とても可愛らしい衣装だと思いましたが。でもそれとこれとは話が。そうなんだそっか、気に入ってくれたのね。二人は仲がいいのですねどう？レイちゃんから見て私たちは理想の関係に見えるかしら。よくわからないのです。前に見た理想の関係とは違うようなのですが。ねえレイちゃん、レイちゃんは理想の関係になるために自分が変わろうとしてるわね。でもマスターを変える手もあるんじゃない？選択肢、え、と、クラインみたいになれってこと？じゃあ、え？もしかしたら、手っ取り早くマスターを乗り換える手もあるかもしれないわよ。他のマスターや、例えば私とだったら理想の関係になれると思う？よくわからないのです。でも、私はマスターのアファシスなのです。だからマスターに理想と思ってほしいのです。選択肢、今の雨で十分だよ、と、このままで満足してるよ。うん、まあこのままで満足してるよ。でもレイちゃんは幸せ者ね。そうなのですか。大丈夫、きっともうすぐ答えがわかるわ。だって答えはもうレイちゃんの中にあるんだからそれじゃ私たちは行くわね。レイちゃんもマスターさんも元気でね。はい、デイジーさんのちょっと見てて思ったんですけど、デイジーさんのアイパッチはうちのアメちゃんのより全然高そうなアイパッチしてて、アイパッチの中に鍵のマーク、キーマークみたいな模様が入ってるんですね。でデイジーちゃんの首元を見ると紫のなんか、何ですか、ネクタイじゃなくて、あれ紫のマークがあって、そこに鍵穴みたいな穴が開いてるんですよね。なんかちょっと気になるなと思って見てたんですよね。でもデイジーちゃんの服可愛いですね。これ欲しいな。お二人ともさようなら。行っちゃいました。マスター、私のやり方は間違っているのでしょうか。わからなくなってきました。あら、なんかかわいそうになってきちゃったね。まだでもイベントありますね。ちょっと見てみましょう。はあ、あ、マスター、こんにちは、なのです。今日は狩りに行くのですか、クエストですか、なんだって私にお任せなのです。マスター、選択肢、元気ないみたい、と、少し話そう。じゃあ少し話そう。はい、やっぱりマスターにはお見通しなのですね。実はこの間からずっと気持ちがモヤモヤしているのです。だからおやつもあまりたくさん食べられず。と、選択肢、どうしてそんな風に、と、モヤモヤの心当たりはある？じゃあモヤモヤの心当たり。この前セリスカとデイジーに会いましたよね。それからなのです。あの時最後にセリスカは言いました。答えはもうレイちゃんの中にあるって。でも私には何のことかさっぱりなのです。いくら考えても、私は早く理想の関係になってもっとマスターの役に立ちたいのに。おお、ニュースで見た顔がいると思えばお前タイプ X だろ。ってことはそっちにいるのは噂のマスター様か。いかにもひよっこって面をしてやがるぜ。なんなのですか、あなたは。マスターはひよこではありません。引っ込んでな。いくらレアだろうが AI なんぞ似合わねえ。
俺様が会いたかったのはそっちのひよっこよ。いや、それよりチートマスター様って呼んだ方がいいか。何よ、俺はビーターだ。ビーターって分かんない人もいるだろうな。聞いたぜ、お前ログイン初日に大会に出たんだってな。最初からそれ目当てみたいによ。そしてだ、ワープゲートでうっかり飛んだ先が偶然そこのアファシスの目の前だったんだってな。お前は迷わずマスター登録、上位ランカーの鼻先からそいつをかすめ取ったってわけだ。しかもその時上位ランカーから撃たれたのになぜか狙撃は外れ、あんたは無傷。選択肢よく知ってるね。とそんなことまでニュースに出てたの？じゃあそんなことまでニュースに出てたの？ってふざけんな、できすぎだろうが。何がリアルラックだよ、んなわけあるか。チートだろ。そうなんだろ。ひどい言いがかりなのです。マスターはチートなんかしないのです。俺はお前のマスターと喋ってるんだよ。だいたいなんだお前その喋り方。他のアファシスじゃ聞いたことないぜ。バグでもあるんじゃないか。違います、マスターはチートなんてしてないし、私にバグなんかありません。勝手にマスターのことを悪者って決めつけて、ちゃんとした証拠もないのに思い込みだけで文句を言って、あなたなんか何も分かってないのです。なんでお前こそ何が分かるってんだ。分かります、マスターはすごいのです。ズルはしないし優しいし、それにとても努力家なのです。今強いのだってずっとずっと頑張って強くなったのです。それに私にお小遣いだってくれるのです。パーツだって探してくれるのです。お小遣いって言われたし。悪いことなんて絶対しないのです。バカにするな、バカ。おい、アファシスってプレイヤーにバカとか言っていいのか。いいんです。はい、選択肢さあと初めて聞きました。で、さあ、なんだよ AI の通しやがって、まるで俺様が悪いみたいじゃねえかよ。悪いのです。いや、そりゃでもよ。選択肢、本当に幸運だっただけなんです。と、今日はここまでにしましょう。じゃあ今日はここまでにしましょう。わかった。そのなんだ、悪かったな。あばよ。失礼な人だったのです。うん、選択肢ありがとう。と、嬉しかったよ。あー、これどっちもいい言葉ですね。ありがとう。マスター、私はマスターがひどいこと言われてるのを聞いてたら、胸とか頭がカーッとなっちゃったのです。それで気がついたら急に言葉が溢れてきたのです。ゼリスカの言ってたこと、ようやくわかった気がするのです。マスターはずっと私のマスターで、私もずっと私だったのです。クラインとタイプ B や、セリスカとデイジーのやり方とは違うけど、理想の関係ではないかもしれないけど、私とマスターは、私とマスターのままでいていいんですね。遠回りしちゃってごめんなさい、マスター。でももう大丈夫なのです。はい、選択肢、これからもよろしく。と、頭を撫でる。じゃあ頭を撫でる。ずっと一緒なのです、マスター。もじもじしてますね。あ、そうだ、マスター、いいことを考えたのです。はい、何ですか。せっかくいろいろ試したんだから、今後に生かしたいのです。だからマスターが言ってくれれば、いつでもご主人様って呼んであげるのです。
あんまそういうのではないですね。僕はあまりそういう趣味ではないです。はい。あ、それともご要望にはお答えできませんの方がいいですか？あー、マスター、どこに行くのですか？ずっと一緒なんだから私を置いていっちゃダメなのです、マスター。素晴らしい、ちゃんとオチがついてる。お、なんかイベント的なものがなくなるとこのアメちゃんの立ち位置からグリーンのアイコンが消えるんですね。あのマップの方を見て僕は今言ってるんですけど。じゃあ今度こそキートくんたちのとこ行きましょう。あ、お金鑑定するのに結構お金必要なんだよね。ステータスで見える？11万7000円じゃすぐなくなっちゃうな。もうちょっと多くください。髪型変えたいってすごい言ってくるの。お買い物してきました。あ、なんか買ってきたのね。ブヨブヨしたもの。なんすかそれ。新しい機能なのです。ん？マスターのくれたパーツのおかげで新しい機能が追加されました。なんですか？まずはじめにコーディネート。私の装備している武器や衣装、アクセサリーのカラー変更ができるのです。はい。今日はどんな組み合わせにしますか？あ、俺もできるのね。何？ああ、なるほど。あ、こういうことですか。白とピンクか。今適当にやってみたけど、あ、光の当たり具合によって変わるんだね。これちょっと見えづらい、分かりづらいですね。正面向いてると暗っぽくなっちゃうんで。あ、ズームか。そのためにズーム。え、じゃあパーツ2はどこ？ん？どうか変わった今。おお、真っ赤です。ここは白のまんまの方が清潔感があっていいのかな。パーツ3であんま変わんない。じゃあここを薄いピン、な、色が分かりにくい、この陰影。薄いピンクってこれ？いや、これ明るい場所に行かないと分かんないですね。ここ白にすると、難しい。襟か。ここ白にして、ドピンクですねこれね。こんなもんにしとく。あ、リボンも変えられるんですね。リボンなんか赤の方がキキ見たくて可愛いから。あ、パッチは変えよっか。これはこれピンクじゃないな。なんか色合いもちょっと違いますね。ものによって変わるのかな。こんなもんでいいんじゃない。じゃん、武器、ピーちゃんみたいにします。ピーちゃん。あれ、そういえばこのゲームってあれだっけ、レイちゃん、あれレイちゃんでしたっけ。ピーちゃんの飼い主ってレイちゃんでしたっけ。名前忘れちゃったよ。出てくんのかな。うん、
で、オプションボタンで終了。完了。あ、俺も変えたいな、ちょっと。っていうか、服買ってあげようよ。ちょっと俺も変えてみたい。準備はいいですか？コーディネート。今日はどんな組み合わせにします？僕は黒一色にしてみようかな。もう武器はいいとして。あー、オディ？ここだけ？あー、ここだけか。まあいっか。黒、グレー系？黒でも黒目立つんだよな。こうなるともうサバゲーとかそっちの方の要素に突っ走っていく私なのですが、どうしよう。いや、光沢がありすぎてわかんないし、俺が今選択している色とは違くないか。じゃあダークアースかな、ここら辺。なんか全然違うような気がするんですよね。ここは下か。茶系で、パーツさん、パンツ、なんか変な感じ。全部真っ黒、もう関係ないですけどね。ほんと関係ないですけどね。あの、敵に撃たれる分にはもう全然、どこに隠れてようが見つかるときは見つかるってやつなんで。これも、これにしてみよっか。リング。リングって反映されてんの？これ？いや、反映されてんの知らなかった。すげえな。あ、すごいすごい。え、こんな細かいとこまでしっかり描かれてるんですね。あ、で、メガネ。おお、赤結構好きですけどね。青。いや、もうちょっと淡い青。あ、いいね。パーツに？どこが変わった今。変わったところは分かんない。黒。いや、全然分かんない。まあ、じゃあこれにしとくか。あー、まあいっか。終了。もうちょっと艶消しのカラーもね、そうそう、こうなってみないと分かんないんだよね。光沢あるね。でも色変わるだけで、こん、あ、全然アメちゃん、何、紫色になってんじゃん。あれピンクにしたのに。それとも日光が当たると変わるんですかね。もういっか。ちょっとおかしいな、このカラー。なんかおかしい。ちょっとキリト君たちのとこに、お、お時間ですね。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。アメちゃんのイベントが多かったですね。アメちゃんの憂鬱みたいな感じでしたね。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そしてツイッターアカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。